片桐仁のうろ覚えステーション、うろ覚えステーション続いては片桐仁君です。どうもどうも。覚えてきた。覚えてきた。うん、今日は何の曲。今日は湘南の風の巡礼歌です。巡礼歌です。さあ、それでは、はい、スタジオの準備ができたようです。それでは片桐君に歌ってもらいましょう。湘南の風で巡礼歌。幾千の星一番星、お前のこと初めて会った、お前の声大貧民君とやった、みんな俺が不幸でお前貧民に持ってたのに取り替えなくて、後で喧嘩になったけど、まあ、どうしても俺負けたくなかった。一目惚れお前を一番初めて会った、お前一目惚れお疲れさでした。はい、うろ覚えステーション片桐仁で湘南の風巡礼歌でした。難易度高いわ。ひどい。難しかった。ひどいよ。大貧民のエピソード関係ねえもん。大一目惚れじゃん。大一目惚れ。はい、続きました片桐仁君です、はい、すいません。どうも。音が逃げちゃうんで早くお願いします。覚えてきた。はい、もう今出てっちゃうから早く喋ってると。覚えてきましたか。音楽が出てっちゃうから。今日の曲は何かな。ゆいで、はい、チェリー。あ、ゆいちゃんのチェリー、はい、さあそれでは、ステージの用意がまだちょっとできないみたいなんだけど、最近はどうなのか。ちょ音楽出てっちゃうから喋らないで。喋ってても音楽みたいなもんでしょ。言葉も音楽みたいなもんでしょ、はい、だから早くこの曲が入ってるうちに出して。はいそれではステージの準備ができたようです、はい、片桐仁でチェリー、はい。手のひらに震えた携帯電話の中で、ずっとかつくつった絵文字は苦手だった、だから普通に電話をすればいいんだ、多分それでは向こうにしたら惹かれちゃう場合があった、たぶん恋しちゃったんだ、たぶん気づいてないでしょ、星に願いを込めたって、君と二人のランデブー、そういうことだっていいじゃない。ありがとうございました。難しいな、入ってこないんだよこのメロディー、入ってこない。さあ、ということでございました。さあ、続きましては片桐仁君です。はい、覚えてきた。はい、お、どうした、元気。ゆずで夏色です。いやいや、始めないで。何覚えてる。早く出てっちゃうから。ゆずの。この曲はすごい聞き覚えがあるの。ありますよね。すごいヒットしたっていう。ヒットしましたよね。うん、で、俺もすごいできると思ったの。はいはいはい。でもやっぱり、うん、できるどんどんところ、早くしてください。はい、それでは、片桐仁君で、夏色。猫は、もう一回いいですか。
駐車場の猫どうしたんだよ。引かれただろ、お前。一回。もう一回ですか、すいません。はい。駐車場の猫は大きなあくびをしながら今日も一日を過ごしてゆく、なんか普通の何にも変わらない、そんな日みんな夏が来たと言って浮かれているのに、君は一人でゆったりしてるね、なんとか見せたいものがあるんだ。5時半にあるんだ。この長い坂、下り坂を君を自転車の後ろの席に乗せてブレーキをゆっくりゆっくり下ってく。意味が分かんねえな。難しかった。なんだよブレーキを。なんだか合ってるでしょ、合ってるでしょ。5時半すごい言ってたけど、5時半も言ってたでしょ。どうも、続いては片桐仁君です。はい。お、覚えてきた。やけくそです。あ、そう。今日なんかちょっと、あれだね。何ですか？強気だね、今日なんか。どうした？なんかあった？いや、もうどうしていいかわからないんだよ。だその、はい、そんなやけくその片桐君、はい、覚えてきたのは何ですか？三木道山で、ライフタイムリスペクト。ああ、今ね、RSP とかカバーして。え？ RSP。え？超能力のやつ？いや、それ ESP カードだから。あ、それ、そうじゃなくて？そうじゃないです。ちょっと昔だもんね、これ、右の。これはだいぶ前でしょ、言っても。ね、結構前だ。昭和？2001年って書いてあるね。6年も前。そうですよ。俺、これだと覚えてるでしょ。これだね、これ聞いたことない人いないぐらいヒットしたでしょ？ヒットしましたね。でもね、歌え？まあね、レゲエですからね。レゲエなんですか、これ？レゲエですよね。はぁ。あれ曲調聞いて分かんないですか？分かんない。あれでしょ、早速じゃあもう準備ができたようです。片桐仁君で、ライスタイムリスペクト。おい、お前噛んでんじゃねえか、バカ野郎。ライフタイムってなんだよ、ご飯の時間がバカ野郎。お、来た。ライフタイムでしょ？さすが元ツッコミ。ラーメンズ元ツッコミ。やめてそれ。それでは片桐仁君。もうほら出てっちゃったじゃないかよ。さあ、それでは、片桐仁君で、ライフタイムリスペクト。嫌いやねん。そう、ないつも俺をもう全然ダメなんだけど。全然ダメなんだけど。頑張ってくださいよ。はい。もう一回。あ、もう一回。はい。変そうな俺でも変なそういう裏切りとかは嫌いねん。ちゃんと俺のことを見てくれや。せい一生一緒にいてくれや。ありのままの俺のことを全部愛してくれや。ちゃんと俺のことを見てくれや。才能あると思うんや。一生一緒にいてくれや。ありのままの才能も許してくれや。一緒一緒にいてくれや。あ、愛のあるセックスをたまにすれば、それで、その後仲がいい。無理、やっぱり無理。いや、今回はもう、すごいじゃないですか。すごいですよ。
続いては片桐仁君です。はい、どうも片桐仁です。あ、今回も覚えてきた。はい、お、いい感じだな今日。もうね、あの音楽これすげえ入ってっからいける気がする。あ、マジで、うん、すげえタメ口なんだね片桐君、うん、え、今日の曲は何？DJ オズマでボンスミーボーンです。あ、タイトル入ってないんだね。はい、さあ、それでは出てちゃうから、音楽出てちゃうから結局落ち着きなくなった、ね、早く早く早く、タイトルが出ないことですごい落ち着きなくなった、ね、早く。え、じゃあ何の曲を今回は？DJ オズマでボンスミーボーンです。なんだっけ、アゲアゲエブリナイ。はい、はい、それではスタジオの準備ができたようです。片桐仁でアゲアゲエブリナイトお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。バスミ、バスミ、バスミ、バン。バスミ、バスミ、バスミ、バン。バスミ、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 バン、バン、バン。やっぱそう、やばでマジそう、やばでや、中止よ、やばで中止ない。でたらめ、希望のでたらめ、やっぱそう、それでいいんじゃない。バンバンバン、バリバリサンデーナイ、エビバディチューズデーナイ、イケイケマンデーナイ、いいんじゃない。今夜踊り狂おう朝まで、おーサンキューベイベー。バリバリウェンズデーナイ、まあまあチューズデーナイ、そこそこ、マンデー、サーズデーナイ、マンデーナイ、サンデーナイ、ウェンチュー、ナイ、一週間。お疲れさん、どうだった今日？結構いけたんじゃないかと思う。一週間。一週間、間違ってないでしょ？ニートの歌？でもすっげえ聴いてると思って、音楽超入ってたから。ああ、うん、ありがとうございました。なんでないって、なんで月曜そんな思い入れがあるんだよ。さあ、続いては片桐仁君です。はい、お願いします。さあ、今日も、はいはい、覚えてきた、うん、はい、はい、早く早く。今日はアクアタイムで、あれ、アクアタイムズでしおり。ああ、これは結構思い出のある曲だ。はい、でも聞いたことがあったから、早く早く出ちゃう出ちゃう、早く出ちゃう、うん、出ちゃう、2コーラス目が出ちゃうから早く早く早く、今入れて入ってんだから早く、はい、さあ、それでは、はい、片桐仁君に歌っていただきましょう、はいはい、片桐仁でしおりです。川沿いを抜ける小道を抜け、あの時計台まであと少し、口笛のこっちをしてあげたの。だいたいこの辺りだったよね。でででで、でそよ風の帰り道、あなたとのごごそよ午後午後5時決まって、夕方5時駆け抜けるでれれれで、それが待ち合わせる。その後道を歩き、家の近くまで来てたのは午後5時。5時ばっかじゃん、本当に。さあ、続きましては片桐仁君です。どうも片桐君。はい、片桐君。はい、ちょっと待ってください。え、あ、もういいです、言ってください。覚えてますか？はい、言ってください。今日は何を？創世のアクエリオン。ああ、今ね、もういろいろとね、 CM なんかでも、はい、いっぱいかかってるから、はい、これはでも知ってるでしょ、もうサビの部分とか。サビの部分だけしか知らないです。あ、じゃあ今回は前奏のとこも覚えてきた？
あちょっと待ってよ、ほら。はい。あ、もう一回待たなくていい、行って。はい。いや、もう待たなくていいから、待たない、待たない。待った方がいいです。同性の悪意。待って、待って、タイム。これは聞いたことあるもんね、だってね。ちょっと待って。じゃあ、もうそれじゃあ、会場の、じゃあ、セッティングができたようです。さあ、それでは行きましょう。片桐仁君で、創世のアクエリウム。世界の始まりの日、世界の始まりの日、クジラたちの声を天使が聞いたという、答えを教えてくれる人いない、答え教えてくれたら殺戮の天使でいられた、出会わなければ、hey! 1億年と2000、あ、1万年と2000年前から愛してる、8000年過ぎた頃からもっと恋しくなった、1億年と2000年後も愛してる、君を知ったその頃から地獄知った後から地獄になっちゃったんですか、片桐さん。ああ難しい、やっぱ最後ひどいな。ひどいでしょ、これはもう一番ひどいな、今まででな。だって曲と全然違うでしょ最初の方。いや、地獄が出てくんの。じゃあ最初の方とかもさ、世界の始まりの日でしょ、うん、あ、なんで2回言うのあれそれなんかね、なんか神話的な、神話とか天使とか、殺戮の天使とか出てくんの、フレーズとして。そういうのがどんどん増幅されていって、他が全部消えてくじゃん、うん、ああ、そういう強い言葉、ね、そうするとメロディーが消えてくじゃん。ずっとさ、邪魔するじゃん、歌うのしてないじゃん、歌うのは。邪魔するの。じゃあ最初歌うまで逃げてっちゃうのにさ、うん、歌詞が逃げてっちゃうのに。いいよ、じゃあそれしなくてもでしょ、最終的に。あんなことに、いや、すげえ聞いたんだ、6回聞いたんだから。なんなん、地獄終わりなんだろう。地獄でしょ君を知ってから地獄そんな子供向け番組ないでしょ地獄終わりって。地獄がなんとかって歌詞なんだよ、その後が出てこなかった。なんかあったんだよ多分、うん、君がいなかったら地獄みたいなことじゃないの。好きになった後は地獄みたいなって、うん、なんでそんな攻め立てんの俺の歌じゃないもんだって。最新の出曲じゃん、本当に今日の最新の出曲だから。そうですよ、最新の出曲をやるとこうなるってことでしょ。じゃあ次はもう石田純一さんと杉本彩さんの2人でいってらーいですよ、覚えてもらうわ。古いよ古いよ、あれやってもらいますよ。あそこしか知らないっすね。2人でいってらーい。まああれな、な、半年以上前じゃない。あれやってもらいましたね。あれか、あれ TBS ラジオでね、結構流れてましたからね。TV で流れてたよね。すごいよな、うん、2人でいいんじゃない。あれ、いいな、あ、ここ以外で聞かなかったですね。さあ、ということで2人でいいんじゃない、2人がいいんじゃない。